16年目になりました。ずっと前です。ずっと何年も前です。10年も超えてます。上がってますね。誰もいない時に妄想とブログを使ってですね。そう、みんな送り出した後です。子供も送り出した後、こういうクリエルタイプそれがなんだかんだお気に入りです。他のも使いますけど、なんだかんだそれに戻る。他のはちょっと柔らかくて、ちょっとなんかこう長さがあるやつ。それはいただき物です。自分では買ったことないです。まあ過去の方からです。そうですね、でも18年くらい使ってるのかな、分かんないな。日常生活の中の切り取りの妄想と、あとはこう最後に接触したのを思い起こしてとか。1週間前くらいでした。思い出して、ちょっとした自分のそのシチュエーションを思い出して、再度こう、その時はすごい疲れちゃって、いっぱい頭が真っ白になった時のことを思い出しました。15分ぐらいでした。2、3回自分のいつも寝てるお布団ですかね。格好部屋着すごい早かったんですよ。多分記憶である感じでは2歳とか。家族みんなで寝てて、親がそういうような時をちょっと目撃しちゃって、それなんとも言えない気持ちと、なんかなんとも言えない体の状態になって、そしたらたまたまちょっと気持ちになった場所が見つかっちゃったみたいな。でもその時はもう布団の中でひたすらもぞもぞしてる感じでしたね。もう何回もやっぱそのタイミングに合うんですよ。同じ部屋にいるんで、もちろん寝てると思ってるから、まあ、結構大胆な感じだったんで、それの時ですねにもう必ず自分もみたいな感じ。学生時代ですか、 2、3回くらい。最近は週1ぐらいですよねやっぱお家の中なんで、できる時とできない時があって、気持ちじゃなかったら多分一人でするなんか全然楽しくもないし、そういうの方がいいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。